平面プランロトンダは、ギリシャのテッサロニキにある、ローマ帝国東方制定ガレリウスの霊廟となる、予定であった、円柱系建築物である、ガレリウスのロトンダと呼ばれることもある。日本語で、ロタンダ、ロトゥンダと表記されることもある。円柱系のこの建物は、東方制定であったガレリウスが、自身の霊廟とするために建造を命じたもので、306年に完成した。なお、 当時どの神を祀る予定であったのかは伝えられていない。建物の直径は24.5メートルで、壁の厚さは6メートル以上もあるため過去の地震に耐えることができたと言われている。内部は8カ所の長方形のくぼみがあり、そのうち南側の1カ所が建物の入り口となっている。天井はレンガ造りで高さは30メートルほどであり、ほぼ水平状になっている。 当初の建築計画では、ローマのパンテオンのような休憩ドーム上で頂上に円形の天窓となるはずであった。ガレリウスは311年に死去し、ガレリウスの記地の近くである現在のセルビアガムジングラード付近のロムリアーナ一石に埋葬されたため、ロトンダは霊廟として使われることはなかった。その後帝国の皇帝となったコンスタンティノス一世により、ロトンダは キリスト教会に転換された。教会となったロトンダ内部は、モザイク画で飾られ、そのうちのごく一部が現存している。教会に転換された4世紀から1200年近く、経った後、テッサロニキは、オスマン帝国の領土の一部となり、1590年に、モスクに転換された。ミナレットが追加され、スレーマン・ホルタジエ・フェンディモスクと呼ばれるようになる。 1912年、第一次バルカン戦争の結果、テッサロニキがギリシャの領土の一部となった時に、この施設は再び、キリスト教会に再転換されたが、モスク時代のミナレットは撤去されずに残されることになった。現在、ロトンダはギリシャ政府の文化財保護部門の管理下にあり、祭祀開催時にギリシャ性教会が施設を借りて利用するという形態となっている。 ありがとうございます。